はい、皆さんやっていきましょう、中地のマイクラ実況、イエーイ。はい、皆さんどうもこんにちは、ウームの中地と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それとウームのママです、よろしくお願いします。はい、ママさんです。ママさん、はい、お久しぶりだす。はい、だすだすだす。結構コメントでママさんの声超可愛いみたいな、セクシーみたいな、あれ言っちゃったからですよ、チュッチュチュッチュ、いやいやチュッチュチュッチュ、懐かしい。はい、では早速なんですけどやっていきたいと思います。で、前回ですね、ママさん、私とスドチンさんでここのワールドの外組は全部建築をした感じなんですよ。あ、ママさんいらっしゃってますね。ちょっと今ゲーム画面に変わります。はい、ですね、はい、今回ですねやっていくのが、ママさんと一緒にここの床ですね、今床青っていうか緑じゃないですか、はい、そこの床をちょっとあのブロックを敷いていきたいなと思います、はい、はい、なので早速一緒にやっていきましょう。いや、皆さんね、ママさんのね、ママさんも気になるじゃないですか。なんだ、方はなりますよ。しかも顔出しですからね。いきなり触れなかったじゃん、マスク。いや触れなかったの、中地だよ。私触れないのって言ったじゃん。あ、ママさん作ってくださってありがとうございます。え、こういうことよね。あ、全然そんな感じです。いっぱい作って間違ってた、朝食。いやいや、全然もうそれで OK です。もう一段敷き詰めていただければもう全然問題ないです。でも結構莫大な敷地内なんで。バカじゃないの。バカじゃないっすよ。バカじゃない。お言葉遣いが完全にこれあれじゃないですか。なんでオフな時じゃないですか。やばい。実はですね、ママさんがよくウームでですね、フリーザ様って言われてるんですよ。いやいや、ひどくないですよ。でもその理由としては、あのギコちゃんいらっしゃいますよね。はい、はい、あのウームで、はい、ギコちゃんさんがいらっしゃると思うんですけど、ギコちゃんさんがママさんに名付けたのがフリーザさんっていう。そう、急にね。急に。どんないきさつだったんですか。いや、なんかフリーザ様っぽいみたいな。フリ、そう、立った気がする。立った気がする。そんな一言でこんなに盛り上がるって半端ないですね。あれ、戦闘能力53万でしたっけ。そう、いやいや、53万もあったらもうね、クリリンもびっくりですよ。いや、全然想像つかないからね、まず そもそもが。いやいやいや、私はもうほんとママさんのそのキャラが好きですよ。フリーザ、フリーザといい、中地っていう感じも好きですよ。大丈夫、お説教の時間でしょ。お説教。な、自分で言っちゃうところも何とも言えないんですけど。あ、なんかあそこ穴が開いたとこどうするの。え、穴穴開いてとか、そのジャンプしていただいて、ジャンプ進んでいただいて。ママさん、ジャンプ。いや、ジャンプしてるのは分かるんですけど、前進んでないっすよ。ジャンプと言われてまっすぐ行く。なんでしゃがみを押してるんですか。こうやっていけるじゃないですか。なんだよ。ママさん、イメージが、おイメージが、ブランディングが崩れる。ママさんの中地のせいで。いや、私のせいじゃないです。ママさんのブランディングが崩れちゃいますからね。今めっちゃ髪が落ちたんだけど。大丈夫ですか、ママさん。大丈夫ですか。いや、多分普通にマイクラの世界は生きてられるよね。生きてられます、うん、めっちゃ落ちてるよ。ママさん、ポイしよう。ポイとかやめてもらっていいですか。ちょっと後ろでなんかやってんでしょ。いや、やってないです。ママさん、ママさん、あのカメラ映ってますよ。はい、じゃあ私たち、はい、さっきまで下埋めたという感じで、はい、はい、完成しました。イエーイ。はい、ママさん、ありがとうございます。はい、じゃあこれをじゃあ皆さんに披露していきたいと思います。はい、じゃあママさん、じゃあカウントダウンしてもらってもいいですか。はい、5からで、可愛くですね。はい、じゃあ可愛くママさんからのカウントダウン。はい、お願いします。5、4、3、2、1。はい、こちらでーすと、じゃじゃーん。おお、すげー。すごくないですか。結構頑張ったよね。すごい頑張りました。しかもですね、あの30分ぐらいできましたよね、これ。ガチで私たち。確かに。はい、こんな感じとなりましたと、ママさん。おお、頑張った。すごい頑張りました。これ成果出てますからね。はい、そんな感じですよ。はい、はい、なので、じゃあ次はですね、また違うスタッフの方と一緒にワールドっていうかステージを作っていきたいと思います。はい、はい、そんな感じでですね、ここカメラ使うかな、わかんないけど、はい、はい、そんな感じで、ママさんどうでした。
忙しいね。あ、頑張ります。イエーイ頑張りますって。何だ、大変楽しゅうございました。 ありがとうございます、はい、美味しゅうございましたという感じで、はい、では皆さん、皆さんご視聴誠にありがとうございました。それでは失礼。